この局面、飛車が取れますが、この飛車を取ってはいけません。4四歩と突くのが筋となります。やはり歩で攻めるのが一番早いですね。この銀もすぐに取る必要はありません。歩を垂らして攻め駒を増やしていきます。金で取りました。まあ、飛車で取る手もあったと思うんですけど、金で取ることによって7九の角を遊ばせたまま攻めさせることができています。見てわかる通り、相手の角があまり働かない展開になっていますね。もし5七に歩がなければ5七角成とできるんですけど、自分の歩が邪魔をしていて角の働きが弱まっています。こちらはあとは無限にと金を作っていくだけなので、非常に指し手はわかりやすいです。